セア畑菜園アドバイザーの下道です。いよいよ白菜は収穫の時期を迎えるようになりました。良かったこと悪かったことしっかりと振り返りたいと思います。今回は今年の結果を見てやってはいけない4つの NG ポイントを紹介したいと思います。それでは今年の白菜を見てみましょう。見事に結球しましてもう硬くなっております。葉の数も非常に多くてですね、大きさも結構大きくて、虫も全然食べてないし、美味しそうですよ。このようにできた要因も含め振り返ってみたいと思います。それではやってはいけない NG 行動を紹介します。まず一つ目は低い畝を作るということです。秋の長雨等で畝自体が水没して、白菜が全滅することがあります。私は今から3年ぐらい前に水はけの悪い畑で栽培してたんですけども、白菜が水に浸かって全滅した経験があります。結球する時期に大雨が降りますと中に泥が全部詰まりましてね、非常に苦労した経験があります。低い畝よりも高い畝で作った方がこれからよろしいかと思いますので、今後の参考にしてみてください。ではこちらを見てください。下葉の方も跳ね返りの土もついてないし綺麗な葉っぱをしてます。畝がこのように約10センチほど高畝で栽培しております。低い畝ですと過湿で、特に白菜に多い軟腐病という病気にかかりやすいんですけども、このように高い畝ですと株元が過湿にならなくて病気も発生しておりません。足元を見てください。この畝と畝の通路に大雨が降った時に水が一定の方向に流れるように約10センチほどの溝を切っておりますので、この畝にはほぼ水が入ってこないと思います。このように高畝にすることによって良い効果が現れております。2つ目の NG 行動は種まきと定植が遅れることです。夏場は非常に暑くて畑に来るのが辛い時期があったりして、種まきまたは定植が遅れた方がいらっしゃると思います。そうしますと生育に影響を及びますので、やはり9月の頭に種まきまたは中旬までに定植をすることが重要だと思います。ぜひ来年は死守してください。この白菜は9月の3日に直まきで種をまいた白菜です。この白菜は奥手の方で栽培期間が90日と書いてありましたので、ちょうど90日ぐらい今経っておりますので収穫間近を迎えております。この白菜は9月3日に同時に植えたんですけども、その時害虫にやられまして2週間ほど遅れてまた種まきをした白菜です。周りの白菜と比べて一回りも二回りも小さいです。頭を押してみます。まだ結球段階でブヨブヨしてます。これから寒さを迎えるにあたり、現在このような状態ではあまり大玉にはならないと思います。
秋冬野菜の1週間から2週間遅れたということはハンデを背負って大きくなりませんので重要性が確認できると思います。3つ目は防虫ネットを早めに取ってしまったということです。これは非常に今年は NG 行動だったと反省しております。10月中旬頃には防虫ネットはもう灰でもいいですよという情報等が発表されておりますけども、今年に限っては10月中旬ぐらいにはまだあったかい日が続いて害虫の飛来が非常に多くてですね、早めに取ったのが致命傷になる可能性があります。白菜栽培では防虫ネットはですね、収穫までもつけてても育ちますのでやってみてください。先ほど見ていただいた左の白菜は防虫ネットをずっとかけっぱなしで栽培しておりました。右の白菜は10月の中旬頃に防虫ネットを取りました。その結果かなり虫の被害に遭っております。このように葉っぱを食べられております。結球している部分もかなり食害を受けております。防虫ネットを早くから外しますと害虫の被害を受けるということが分かりました。葉っぱを食害しておるカブラハバチです。このように12月に入っても害虫がまだ発生しておりますので、防虫ネットは最後までかけて栽培をしてみてください。こちらの防虫ネットをかぶせているところは非常にきれいな白菜であります。防虫ネットを最後までかけていますと防虫ネットの上から卵を産みつけられると言われておりますけども、この結果のように最後までかけておる方がリスクは少ないと分かってきました。4つ目は外葉をカットするということです。このように害虫から多少被害を受けた葉っぱでも外葉をかかないようにしていただきたいと思います。結球する時期にこの外の葉っぱを取ってしまうことにより光合成が得られなくなって結球に影響を及ぼしますので外葉をかかないようにしてください。ただしこのように枯れかかったり黄色くなった葉は早めに取っていただきたいと思います。もう一点、今回うまくいったポイントとしまして土作りを早い時期からやったのが良かったんだと私は思っております。追肥は一切行わず元肥だけで栽培しました。有機栽培の場合は土作りをしっかりと行えば十分大きな野菜が取れることが実証できました。化成肥料の場合は追肥を何回かやらなければいけないということで有機栽培の場合は追肥は一切いらないということが確認できたと思います。それでは一つ収穫してみます。はい、根が非常に張っていますね。根首病などもありません。根っこを包丁でカットします。周りの葉っぱを取ります。
やっぱり青虫がいますね。ここにはバッタが潜んでおりました。中身は結構きれいに、育っておりますけども、まあ虫等はいなそうです。やっぱ外の方に、虫が多少おります。この白菜は品種がですね、キーゴコロ90ということで、90日収穫までかかるという意味ですね。今がちょうど90日ぐらい経ってますので、ちょうどいいかと思います。これを半分に割ると、芯の方が黄色い色をしてきれいな野菜です。せっかくですので、割ってみます。きれいな色をしてます。これが気心です。今日は白菜栽培の NG 行動を紹介しました。シェア畑菜園アドバイザーの下道でした。チャンネル登録といいねボタン押してください。バイバーイ。